えー、吉田さんお疲れ様です今日は10月25日、まあ、深夜明けて2時5分ですねこの時間に私もねおはようございますと起き出してムクムクと始めるわけなんですけども、まあ、今日は一発目に吉田さんの動画を拝見しました思うことはね私はね多分自分の人生というまあ巨大なドラマを生きているんだろうなと思うんですよねいわゆる俳優として自分自身というこの台本を 演じていると台本には何も書いてなくて久保哲郎ってて書いてるだけなんですよまあよく読んだら「久保哲郎生まれる」「久保哲郎死ぬ」あとは全部アドリブみたいな感じですねあの映画ってありますよねテレビドラマとかあの中で俳優さんとか女優さんとかエキストラに至るまで実際にこんな人がいたらどういう風に演じるだろうかどういう風に間合いを取るだろうか どういうふうに泣き笑うだろうかってことを台本を読み込んで読み込んで想像して想像して演じる練習を無数にしてですねそして歌人公がなるのを待ってカットオッケーっていうのを待ってると思うんですよで私の人生は NG すらもうそれはねすでにドラマの一部に組み込まれていてどんな人生を演じるのも自由そしてその演じた人生そのものが まあ発信になり、受け取る人にとってのドラマであり、パート2があり、パート3があり、おそらくですね、私が死んだ後もそのドラマは続くんでしょうね。久保哲郎だったらどういうふうに考えるかな。吉谷拓郎だったらどういうふうに行動するかな。ね。こういうふうな思いがある限り、続編は続いていって、実はね、マイケル・ジャクソン。ね、6月に亡くなったんですけども、 あの方50歳で亡くなったんですがお亡くなりになった後も実はメールマガジンって新しく発行されて届くんですよで商品もリリースされてるんですよ新しい T シャツができました新しいカレンダーです新曲できました、ね、新曲ですよというのが音源を再編集して新しい曲が出てきたりするんですよマイケル・ジャクソンがご存命中にリリースしてない作品ですら 出てしまうとかねあと美空ひばりさんが AI で復活したみたいなことがありましたけどねあれもいろいろと賛否両論あったわけですけど私はすごいいい曲だなと思いましたね美空ひばりさんが生きてるとしたらどんなことを私たちに語りかけてくれるだろうかどんな曲を私たちに届けてくれるだろうかってことを美空ひばりさんのお身内の方とかね関係者とか秋元康さんみたいな方が本当に力を振り絞ってね美空ひばりさんの AI これを画像で声で復活させてくれたんですよね美空ひばりのファンの方もかなり集まってですねその曲の検証をしたりとかそれからスタジオで放送したのを見たりとかして感動しましたねこういった形で人の人のの生ってのはすすべからくドラマななわけなんですよ私の話に戻しますと私はね「宇宙戦艦ヤマト」っていうアニメが好きで好きすぎてね 子供にまでその名前をつけてしまうとかねそれから自分でも宇宙世界観の,の館長の格好をして演技,で演技をしているとかねそこでまあコミケとかに出てしまうとかねもう常にこの地球そのものを自分のステージとして一番演じたかった自分を演じているとその一つがあー「ナイトライダー」だったりねするわけですよ。自分を演じるるにももコストがかかとということもありますし 誰かになりきった瞬間っていうのが自分の人生の一部にあったりとかね、うん、それからまだまだ言いたいことはあるんですけども自分に起きたトラブルとかねミスとか後悔とかもねそれこそ人間ドラマの一部ですよね。うん、後悔だって人生にはつきものですしどんな後悔をしてその後どんな行動に出たのかってことも共感を呼んだり反感を呼んだりするわけですよ。 R34、ね、多くの方が欲しがって欲しがって手が出ないその R34 を売りますとかっていうね YouTube とか Instagram これ業界の中でも評判なんじゃないですか例えば中古車屋さんが「おい R34 のこのねスペックが出てるぞ」と普通の人が売りに出してるぞ「何2,000万なんだこりゃ」みたいな感じでもしかしたら業者さん同士で「おい誰が買うこれチャンス逃したらもう出ないかもしんないぞ」みたいな。 でも2000万とかいきなりないよなとかね。商味中古屋さんでも2000万はきついですよ。一発買い取りで10万とか20万っていうね、小さい車を買ったりとかして、経費もろもろで50万で、えー、払って、でそれをどう100万で売ろうかなとかね、200万で売ろうかなって、戦々恐々としてる中で、2000万一発買いとかね、きついですよね、確かにね。2000万の、えー、購入、借り入れ、ローンが通らない中古車屋さんもあるでしょ。うん。その中で 値上がりするるのは分かるんだけども買えないとかね買ったところで保管して再メンテナンスしてじゃあ売る時にいくら2800万3000万このぐらいで果たしてセールスかけて買えるような人が今この時代にいるのかと考えたらねちょっとこう挑戦にもなりますし下手したら売れずに半年とか1年間在庫にしておくとその現社維持費用で会社傾むかもしんないなと思ったりとかね するんじゃないかなと思うんですよいやでも吉田さんねこれ禁じてたろうけども私一発で買えるんですよこれ2,000万ごときだったらこれ買っても面白いなと思うんですよね私が買って私がね今度ね1,800万で売るみたいなねそんなバカなことにするとかねいやこのね2,000万が3,000万だろうとね4,000万だろうと私はポッと買いますよで車を車庫にまた置いといてね野ざらしにしておくとかね まあでもやっぱりこう盗難のリスクっていうのを考えると嫌ですね。私もね盗難のリスクは考えるんですよ。まあ私の場合はナイト2000なんで、あんな盗難してもすぐに足がつくと思いますけどね。<laughs> あと扱いが難しいんで、あのナイト2000は。多分普通の人がね、盗んでも乗れないですよ。つうか、車庫から持ち出すことが不可能でしょうね、うん。あれどうやって走らすんだみたいなことは多分私にしかわかんないし。 トラブルの時に修理に持っていくところがないんで非常に面倒くさいと思いますからね。はい、ということでね、あのー、最後にここまで見てくださった方にちょっとお話したいんですけどもあの自分の人生ってのは本当に一度きりじゃないですかそこでダメな自分を演じてもそれはそれで人の関心を引くでしょうけどもあなたはそれでいいんですかってことなんですよ、うん、本んに弱い自分とか情けない自分とか挫折した自分とかトラウマだらけの自分を演じても同情は集まるでしょう でもそこにそれ以外のもののもっていは集まりにくいんですよねやっぱり人はね何か自分を勇気づけてくれる人とか励ましてくれる人とか癒してくれる人そういう人についていきたいんですよねきっと、まあ、だから強い自分か弱い自分かというとやっぱり強い自分を作り出した方が世の中は、うん、歩きやすいと思います強い自分ね結局は強い自分を演じきれたものが人生を楽しむこともできるし 弱さに寄り添うこともできるしそんなことじゃないかなと思います、うん、ですんでねくよくよとしてもしょうがないってのは本当その通りでどんな自分になりたかったのかそれを今からでもね演じてみてはいかがでしょうかということでございますはい。では以上ですありがとうございました